皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの動画です。この動画は中学校3年国語黄金の扇風機とサハラ砂漠の茶会の内容です。今回の目標は論の進め方や表現について評価するです。ここでは2つの文章を読み、共通の話題について比較し、さらに読み手である自分はどのようなことを考えるか、それを導くための学習をします。教科書、ノートを用意して学習を進めましょう。まずは動画を止めて、教科書94ページから97ページまでの黄金の扇風機を読んでみましょう。筆者は何を言いたいのか考えながら読んでみましょう。読み終えたら、動画を止めて、簡単にこの話の内容を整理してみましょう。まず、筆者の8年間暮らしたエジプトの首都カイロで体験したことが書かれていました。そこで生活してみると、ある違和感を覚えたわけです。それは、エジプトと日本の違い、美、美しいものに対するセンスの違いだというのです。アパートの内装や売っているものなどの具体的な例が挙げられていました。しかし、そのエジプトらしい美がだんだんと薄れてきているのではないかと感じたのですね。一体美とは何なのでしょうか？筆者はどんな考えを持ったのでしょう？さあ、この話の中心となったエジプトと日本の美的センスの違いです。いくつかの具体例が書かれていました。このようなエジプトの装飾品の数々から、あなたはどんな印象を持つでしょうか？さて、筆者はこれまでの体験をもとに、それぞれの国の人たちが同じように美しいと感じることは、本当にいいことなのだろうかと問いかけます。筆者は、美しさとは様々であり、しかもそれは変化すると考えており、美しさのダイナミックな感覚が失われて、こわばった見方に陥ったり、自分の感じる美しさの中に留まり続けることは、かえって世界の美しさを見落とすことにもなりかねないと述べています。だから、美しさを見出すのは、見る我々自身であり、心をしなやかに持つことによって、世界はいくらでも新しい美しさを見せてくれるはずだと主張しているのです。皆さんはこの筆者の考えについてどう思いますか？では、この話をまとめてみましょう。形式段落をつけてみると、話のまとまりがさらにわかりやすくなります。1から3段落目は、何を美しいと感じるかという話題の提示。そして、筆者の考えが述べられています。続いて、4段落目は、筆者のエジプトで暮らした体験のエピソードや、それに対する筆者の考えが述べられていました。グローバリズムの浸透や、情報メディアの普及によって世界中の価値観が似通ってきていることや、そうでない見方を否定したり、劣ったものとみなすような乱暴な考えに結びつきかねないと述べていました。そして16段落目では、美しさとは様々であり、変化するため、こわばった見方に陥ったり、自分の感じる美しさにとどまったりして、美しさを見落としてしまうことを危惧しています。だから、17段落目で私たちが心をしなやかに持つことによって、世界は新しい美しさを見せてくれるはずだと主張を述べていました。このように、この文章は序論、本論、結論と3つの構成で作られています。
次は教科書98ページから101ページまでを読んでみましょう。こちらもアフリカでの話です。前回の黄金の扇風機とどんなところが似ていて、どんなところが違っているのか、共通点や相違点を見つけながら読み進めてみましょう。では、筆者は遊牧民の男のもてなしを受けて、どのようなことを感じたのでしょうか。前半を確認します。まず、筆者は砂漠での遊牧民のもてなしが茶会をイメージさせ、夜になって出してもらった現地の食事を食べ、おいしいものは誰が食べてもおいしいと感じました。そこで筆者は、私とあなたは同じ人間だということを感じるのです。後半は100ページ4行目からです。人間は皆同じであると感じた筆者は、食事以外のことでも具体例を挙げています。一つ目は、ベートーベンやバッハの音楽のような芸術作品は人類皆のものであるということです。また、二つ目は、アフリカの少年が野に咲く花を摘み、旅行者にプレゼントをした光景です。花を見て美しいと思う心、それをもらった旅行者が嬉しいと思う心、それは誰が見ても美しい光景であると言えるということです。つまり、筆者は実体験を通して、人間は驚くほど同じであると感じるのです。嬉しければ笑い、悲しければ泣く、おいしいものを食べればおいしいと感じる。国境や民族、宗教や思想を超えて、人間は皆同じだと述べています。そして、これを伝えるのが美の役割だとあります。しかし、私たちとあなたたちとは、話をしても到底分かり合えないという考え方が現代の問題の根底にあり、人間は皆同じであるという感覚が人々に欠如し始めました。しかし、美はその垣根を取り払い、人間は皆同じであるという大切なことを教えてくれるものであり、大切なメッセージを私たちに送り続けているのです。では、これまでに黄金の扇風機とサハラ砂漠の茶会、2つの文章を読んできました。ここで初めに述べた2つの文章を比較して、美しさを感じることや、美についての共通点や相違点をまとめてみましょう。それぞれの筆者は、自分の体験を通して、美しさへの感じ方を述べてきました。画面に示したように、相違点、共通点に目を向ければ、このように読み取ることができます。さらに、2つの文章を比べてみて、文章の論の進め方、構成や展開や、文末表現や言葉の使い方なども比較してみましょう。ここで、一度動画を止めて、括弧に当てはまる言葉を考えてみましょう。考えられたら、動画を再生しましょう。以上、2つの文章を比較して読み進めてきました。これで、中学校3年、国語、黄金の扇風機とサハラ砂漠の茶会の学習を終わりにします。